前田市役所突撃課ということで、今日はですね、地元以外の市役所を受ける場合、志望動機をどのようにして組み立てればよいかということを解説したいなと思います。今回この動画を開いた経緯はですね、ちょっと動画の視聴者から一つ質問をいただきまして、前田様にご相談を乗っていただくご依頼しました。と、地元以外の市役所を受けるにあたり、志望動機を悩んでいるのですが、どうしたらいいでしょうかという質問なんですね。で、それでですね、地元以外の市役所の志望動機ですけど、皆さん考えたことはありますかね。大抵の受験生って、例えば市のウェブサイトとか広報で、市が力を入れている事業などの情報を収集して、で、例えば、A 市では教育事業などに力を入れており、私もそういった事業に力を入れた思いがあるから、地元ではなく、A 氏を志望しましたとか、そういった理由をまず思い浮かぶと思うんですけど、やっぱりその理由だと、どうしても、地元の受験生に、やっぱ見劣りしてしまいますよね。で、採用する側からしても、やっぱり市役所って、市民のコミュニティの中にどっぷり浸かって、共同で街づくりしていく仕事が多いですし、時には、ものすごく辛い仕事で、なんでこんな安月給なのに、ここまで辛い思いしなきゃいけないんだっていう、結構過酷な労働を強いられることもあったりします。で、やっぱりそういう時に、地元愛がある人はある程度耐えられるけど、地元以外の人は辞めてしまったり、あるいはもし採用したとしても、本当の自分の地元の市役所を受け直していたり、あるいは他の公務員の、機関へ内定出しても逃げてしまったりしまうんじゃないかっていう、やっぱ懸念材料があるんですよね。で、そういった懸念材料を払拭して、で、かつ地元の受験生の志望動機よりもさらに採用担当者に熱意が伝わる志望動機というものを作らなければなりません。で、そのためにですね、まず何をすればいいかということですけど、ですね、具体的に志望動機挙げましょう。例えば、まず志望動機1。A 市では ICT 事業の推進に力を入れているから、私がこれまで培ってきた仕事の経験を活かして A 市に貢献したい。で、次、2番の志望動機。実際に A 市のインターンシップに参加した際に、ICT 事業などを中心に教育に力を入れていることを実際行政の現場に関わって感じ取ることができました。A 氏にはそのように他の市と違う先見性があり、私は地元の市よりも A 氏の行政に携われたいという思いが強まったので志望しました。やっぱこの場合は2番の後者の方が熱意が伝わりますよね。で、この前者と後者の志望動機で何が違うかというと、その1番は、例えば A 市では ICT 事業の推進に力を入れているという、ちょっと調べれば分かる表面上の情報だけで、志望動機の理由付けしていますよね。やっぱりこれだと薄いんですよ。地元の受験生は長年地元に住んでいるのですから、やっぱり実際にどういった経験があって地元愛が生まれたかとか、そういうエピソードを語ることができる強みがあるんです。で、市外の人はやっぱり地元の受験生と違って、あまりその受験する市でやっぱ体験してきたエピソードっていうものが少ないので、その少ないエピソードの中でも、やっぱ実際にその受験する自治体で体験したことなどを述べて、で、説得力のある志望動機というものを作っていかなければなりません。やっぱそこの、実際に、受験する自治体に行って、下見するだけでも、やっぱ全然違います。例えば、土木区分で、地元以外の自治体を受けたことあるんですけど、単にその広報などを見て、この自治体は、温泉街の再開発に力を入れているから、私自身もそういった温泉街の活性化に携わりたいので志望したっていうよりも、実際に
その温泉街に見に行った際には、公園の設計を見ても無料で足湯のゾーンを設けるだけでなくて、創業支援のために一時的に3年間お店を出すことができる、そういったインキュベーション施設を設けたということに、ものすごくその行政の先見性というものを感じたので、地元の自治体よりもそういった先見性のあるまちづくりに取り組んでいるこの市で働きたいと思ったんです、という語り方されると、やっぱ採用面接官も人間なので、あ、この人すごい私の市のことを気に入ってくれてるな、情熱があるな、定年まで市のために貢献してくれそうだなっていう思いが伝わると思うんですよ。本当にそういう実際の、経験から熱意を伝えることが大事なので、遠方の市でもやっぱりそのエントリーシートの時期も終わってるかもしれないんですけど、まだ面接まで時間がある方は実際にその市に行って、もう下見でも構わないので、やっぱいろんなとこ見て回って、愛着というものを持たせてください。もうそれだけでも全然違います。やっぱりその地元以外の人って、まあ、客観的に見ることができるっていう強みがあるので、例えばその地元の人々が気づかない魅力に気づくことができるっていう、そういうメリットもあるんですよ。で、客観的に地元の人が気づいていない魅力を見出すこともできるし、それに私は地元の人以上にこういったエピソードがあって、あなたの市に愛着心も感じていて、定年までずっと行政サービスの向上のために貢献したいんだっていう思いを伝えると、やっぱ採用面接官、ちょっと地元の受験生よりもこの人を採用したいなと思わせることができるので、まあ、ぜひとも参考にしてください。ちょっと今回の話はまだまだ話しきれないことがあるので、また何回かに分けて解説したいなと思います。以上です。